はい、どうもじゅんじゅんです。野呂先生です。よろしくお願いします。お願いします。この動画では美容業界で働く美容男子が世の男性がかっこよくなれるようにメンズ美容やモテる方法を発信しております。はい、かっこよくなりたい、女子にモテたいって方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。ってことですよ。はい、で今回はちょっと緊急じゃないんですけど、ちょっとお悩みというかね、作戦会議ですよ。作戦会議。はい、あの前回ね、はい、男の子来てもらったじゃないですか。俊介くん。あ、俊介くん、ね、めちゃ良かったじゃないですか。いやね、男前で爽やかし、ね、雰囲気いいし、かっこいいし、うん、彼女いるし、ね、それで思ったわけですよ。自分らの時とはこうモテる基準がだいぶ違うんじゃないかなと。ああ、今のこの最年長のおっさんとそうそうそう、言ったってうちらもアラフォー、はい、おっさんですよ、はい、おっさんと今の20代、うん、10代、まあ、10代20代の子のモテる基準とか、まあ、そもそも美に対する意識とか、はい、違うんじゃないかなと。違うでしょうね。こんなところまかに来てましたもんね。20歳かあれ、20歳の成人期があったから、20歳で寄せたら行くねえ。なかったけどね。自分らがそもそも20歳の時に、うん、そんなことしてたかって話ですよ。うん、でないな。してないと。20歳か。そう。なんで、なんかこの前の動画を撮って、めちゃくちゃ思ったんですけど、うん、今のままの俺らの美容意識ではあかんのちゃうかなと思いまして。このプロの僕らでもね。はい。そのちょっと一般の人やもんね、彼は。そうそう。おっさんだなと。自覚せなあかんなと思うわけですよ。はいはい、確かにね。原点会議じゃないんですけど、やっぱいろんな年代、20代、30代、40代、50代、60代、いろいろあると思うんですけど、まあ、それぞれでモテる要素っていうのはいっぱいあると思うんですよ。うんうんうん、20代は20代の、60代は60代のモテってもちろんあると思うんですけど、うんうん、そこをもうちょっとうちらは知っていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってる。40前後だったら40前後の知り合いしかないし、そうだね、仕事柄やっぱ上の方とは合うけど、そうそうそう、うちもそうやもんね。やっぱ男性でもやっぱこの美容整体にお金かける男性ってやっぱ上やね、うん、経営者とか上の方、余裕がある方、下があんまりいない、いない、同い年もあんまりいないな、うん、そこをもうちょっと発掘と、はい、ちゃんとうちらはどういう感じで皆さんが生きて美容に対して興味を持ってるのかとか、はいはい、知っていかなきゃいけないんじゃないかと。なるほどね。リアルな声を、リアルな声を吸い取って、はい、それをちょっと勉強していかなきゃなと思いました。はいはい、はい、それをせっかくやったらうちらだけのものにするんじゃなくて、こうやって見てくださってる男性の皆さん、うん、あと女性の皆さんも、うん、世の男子は今こんな意識なんやなっていうのを知ってもらった方が面白いんじゃないかなと思いました。うんうん、これからやっていきたいなっていう相談を、なるほどね、今喋ってます。なるほどね。これ撮ってんやもんね。撮ってる撮ってる。もうこれも上げてリアルにうちらが今悩んでることとか、実際世の皆さんは何に興味を惹かれているのかとか、異性とかに、何をもってかっこいいと思ってるのかとか、なんとなくしか分かんないじゃないですか。いろんな、うちらはいろんな方ともお会いできるんで、その情報を集めて、なんか共通点があったり、調べるのいいんですか。ああ、それ面白いですね。モテる人たちの共通な仕草というか、喋り方とか。そうそう。この前、俊介君、はいはい、にね、質問した内容で、はい、1ヶ月にどれぐらいお金を使っているかとか、美容にお金を使っているかとかをね、質問させてもらったんですけど、うん、うちが20代の時にとは明らかに違うお金の使い方だったんで、そうやね。その辺をきちんと伝えていけたりとかした方がおもろいんじゃないかと思いました。いや、うん、この金額を動かせる学生ってだって収入、まあ彼はもう普通にアルバイトしてるからけど、うん、そういうことやもんね、うん、ちゃんとこう社会に貢献してるよね、うん、働いてちゃんとバイトもし、アルバイトもした上で、そうそう、その稼いだお金を自分のための美容として使ってるってことですから、うん、いいね、そういうのいくつかあっていいね。ジャンル問わず、もちろん20代の人らを聞いて、うんうん、でデータ集めたりとかしたら、僕らがプロがこうやねじゃなくて、リアルな皆さんの声を集めて
集めてこんだけの人がこう言ってんだから、うん、確かにそれは面白い。なんかうちらが化粧品使いましょうとか、うん、スキンケアしましょうっていうのを、うん、まあ一辺通りというか当たり前じゃないですか、ね、お前らが言うのは当たり前やんみたいな。確かに確かに。じゃなくて世の今モテてたりとかかっこいいなって言われてる子たちがもし使ってるんであれば、うん、あモテるためには使った方がいいかなとか、うん、思ってもらいやすいかなと思いました。でそれぞれ20代のモテる共通点とか30代でモテる共通点とか40代でみたいなこう年代別の良さもあったりもするかもしれないし、面白い。逆にちょっと、まあ、40、50、60のおっさんは若い子たちはこういう風な考えはあるんやったら、うん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 、ちょっと考えをアップデートする機会にもなるし、うん、何だろうねそれも、うん、20代と絡まわけで絶対仕事してたら30代20代で40代20代50代ってなるから、うん、仕事仲間でも男性にちょっとそういうコミュニケーションの技を知るきっかけの情報として入れられるもんね、うん、その知っといたらね、いろいろ伝えれることは多いと思うんで、うんうんうん、まあ、そういうことも含めて、まあ、いろいろできるんじゃないかなと思ったんで、それいいっすね、ジュンソラチャンネルで。せっかくなんでジュンソラチャンネルを自分らの、まあ、情報発信ということにするのももちろんいいんですけど、うん、なんかいろんな方のご意見を聞いた上で、うん、まあ、プロとしてどう思うのかみたいなところをお伝えしてった方がためにもなるし、うん、質問もらって質問もね皆さんからぜひいただきながら、で多分ほら20代だったらスキンケアとかさ、うん、ニキビ予防とかがもしかしたら多いかもしれないけど、はいはい、40、50になってくるともうそんなもんじゃなくてこう薄毛とかそっち髪の毛とか、ね、でシミもやね、シミとか、うん、まあ多分お悩みって年代と違うはずなんで、ね、でそれに対してうちらはこんな商品がおすすめですよとか、うんうんうん、こういうケアを20代のうちからしといた方がいいよとかいう、その様々な対応というかね、お伝えもできるだろうしと思うんで、僕も勉強になるんですね。勉強になるじゃないですか、うん、うちらも勉強になるし、うん、まだまだこうね勉強不足なとこももちろんあるんで、うん、じゃあそういうとこをちょっとうちら自身も勉強していこうかってなるし、うんうん、なんかみんなで勉強しながら美容とか健康の知識と、うん、で結果かっこよくなったら、まあ、みんなハッピーなんじゃないかなと。いやいいね、思っております。ちょっと面白いな、お客さんでちょっと言おう、誰か出てくれる人いるかな。あ、で、あ、そうそう、で、うちらだけでもちろん喋るのもいいんですけど、はい、うちらがただ言ってるだけだとつまらんので、うん、たまにこう美容の話をインタビューとかね、ゲストで出ていただいて、本当に生の声をお届けするってこともできたら面白いんじゃないかなと。できたら顔出しだね、OK。 ここだけモザイクで顔なし、まあまあ、モザイクほんまにやった場合はお面買ってこよ。ああ、そうか、そうか。ほんで声はなんか声変わるやつ。いや、それは大丈夫でしょ。声はいいと思うけど、返事できるの声も。いや、声は許してほしいな。まあ、あ、なるほどね。まあ、顔だけ出てなかったら声だけで個人を特定されることはなかなかないかなと思うんで。仏壇のなんかあったな、なんかお子さんのやつなんか、ほらほら京都だってよく売ってるやん今、鬼滅の刃の、あ、そうよね、キツネのお面とかでも全然いいと思うから、はいはい、なんかそういうのを用意してお顔ちょっと出さずにとかね。それ面白いな。それは出てもらった方がいいじゃないですか、かっこいいなっていう人なんで、顔がやっぱ出てる方が説得力あるんで、うん、まあ、顔出ししてもらえたら嬉しいですけど、まあ、それは要相談かなと。面白いな、いや、それ面白い。ちょっと皆さん出てくださいっていうね、話を今後やっていくと、このジュンソラトークも楽しくやっていけるんじゃないかなと思いますんで、その時のね質問とかを皆さんからも受けたりとか、こんなことをみんなに聞いてますっていうところもね決めていけたら結構面白くなるんじゃないかなと思っております。あれだね、俊介君に対しての質問とかもう一回なんか皆さんにピロンって、ああそうね、送ったりして、この前俊介くんにインタビューした時の話も結構質問をね事前に決めてご質問させてもらってるので、うん、まあそういう内容を皆さんに聞くとくとかもいいと思います ね。楽しみね、ちょっと独りよがりなことにならんようにね、うん、うちらよがりにならんようにみんなの声も反映しつつ楽しい企画を考えていけたら面白いんじゃないかなと、うん、出会いがありそうだね、このやっぱ春になっていくから。そうね、うん、特に京都はここに皆さんにね会ったことない人らとこう知り合えるきっかけになるかもしれないし、ちょっと面白いなこれ。で卒業と入学シーズンじゃないですか、ね、3月4月っていうのは、うんうん、だとまあ京都からね離れちゃう方ももちろんいると思うけど、うん、学生とかで京都に来る、転勤で京都に来るみたいな方もいるんで、うんうんうん、また出会う方たちの感じも変わってくると思うんでね、一、うん、人いるんよ関東に行っちゃう大学生が、あ、マカーニさんのお客さんだけど来週でいなくなっちゃうって子がいるんです。そういう子にもこれ繋がっといてもらって、うん、質問とかもらったら、うん、
そういう風にも使えるんだね使えるんだね YouTube ってすごいねそれ使い方次第でしょすごいな、うん、今までの学生に言うとこう、ね、チャンネル登録してっつってね、で、あと、なんか、うん、お前お前マカニ OB みたいなので出てもらってもいいんじゃないですか。面白いね。マカニオのお客さんだった子が、どんな風に今なってんのかとかね。うまいな。うまいな、面白いな。またね、ほら、京都なんで。そうそう、みんな来るんよね、また。そう、あの、京都から離れても、うん、皆さん旅行とかで来てくれたりするんですよ、ね。そうそうそう、連絡くれるもん。うん、会う機会は、他のエリアよりかは、うん、多い。高いんじゃないかなと思って。いいな、このジュンサーチャンネル。なんかいいな、なんかいタイムカプセル的ななんかこの要素もありながら。で、ね。ね、この前の俊介くんとかもそうですけど、そうそう、学生やったけど、5年後どうなってるかとか、面白そうじゃないですか。そうですね。果たして1年後にも全然違うかもしれないですからね。どうしよう、社会人になってなんか、ボーンってもらって目がなくて。それは嫌やね。それはそれで俺らが怒りに行こう。来てもらったらもうそこでもうビフォーアフターの結果出して。そうそうそう。面白い、まあ、そんな人はいないとは思うけども、お手本、美のお手本じゃないですけど、まあ、かっこよさのお手本みたいな人の、うん、うちらだけじゃなくて本当にうちらと関わった人たちがかっこよくなってたりとかイケメンになっててるってところが、なんかこう動画でお見せできた方がちょっと俺もやろうかなとか、なんかプロが言ってるからちょっと他人事みたいに思ってる方ももちろんいると思うので、そうじゃないんだよっていうところをねお伝えできたら面白いんじゃないかなと思っておりますんで、っていう作戦会議を今やっておりました。なるほどね。っていうのも動画にして、ね、なるほどね、皆さんにもアドバイスというかね、意見とか質問とかをもらいながら、このジュンソラトークを育てていけたらなと思っております。そうです。もう決してこの頭はあの僕はそうです、突っ込んで忘れてた何してんの皆さん、これ決してあのちょっと合わせてみました。いやいやいや、ジュンと合わせましたよ。あれって、これ合わせましたよ。どうしたんそれ。いや、ストレートパーマが、ストレートパーマかけてるって言われるから、うん、ストレートだから、うん、それが嫌すぎて地毛ででしょ。そうそう、パーマ当てに行きましたよ。そういうこと。ほんまに、そんなん言われたら俺いつもパーマ当ててるでしょって言われるのに。どうですか皆さん、似合ってますか。じゃコメントに似合ってる似合ってないよ。ください。前の方が良かったよって言ったら直します、はい、ちなみに息子にも前の方がいいって言われました。あ、もうすでに。もうなんか寝癖やな、そうやっておしゃれじゃない。あー、まあ息子にもある今朝も言われました。あるあるよね。俺もね、この髪型が決めてんのか寝癖なのかはいつもみんなにわからない。ちょっと言われました。まあそういうねかっこよさっていうのは年代によっても様々なんで。そうですね。それをリアルにお届けできたらなと、まあなんか男性メインで出てほしいなとも思いますけど、女性からの目線も欲しいですよね、うんうんうん、こういうところがかっこいいなとか、うん、惹かれるなみたいなところも教えてもらえたら嬉しいんで、ぜひ女性の方も、ね、こんな男性は男子はいいとか、こんな男子は嫌だみたいなねところも教えていただけたら、うん、取り上げさせていただいていきたいなと思っておりますので、皆さんコメントといただけたら嬉しいです、はい、ということで今回の動画は以上になります。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。